If I had a boat, I would sail out. Take every brother and sister of mine. We'd row in the sunshine and sleep when it's dark. Hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah, it's black. Oh, the water's black. Cause it's black, it's all black. レイクサイド桜丘ホテル温泉、ここでチェックインするんだ。え、あれさ、自転車借りれると思うじゃん。え、思う。すごい。あ、そう、乗ってみようか。かっこいいじゃん。え、ちょっと乗ってみたい。無料だったら明日。いいけど。いい。うん。受付用紙はこちらです。剣淵絵本の里家族旅行村というキャンプ場にやってきました。ここは桜岡湖という湖を見ながらキャンプができる場所です。フリーサイトとカーサイトがあって、今回はカーサイトにしようと思ってます。湖がなんか見えるところと見えないところがあったり、うん、あと電源がついてたり、サイズも結構違うもんね。そう、日帰り入浴600円だって。えー、いいね。上だよ、もうどんどん登りますよ。今日のサイトは広いね。着いた。ボートキャンプ場 C サイトの2番を選んだので、OK 着きました。やばくない？おお、湖見えるね。てかこのベンチも使っていいのかな。白樺がめっちゃ、そうそう、ここにね、うん、奥までずっと白樺の木があって、湖が見えて、あ、最高だ。水道がついてます。水事場、プライベート水事場だから。そう、これね、全部のこの C サイトには水道がついてて、うん、やばくない？やばい。大自然、なんか虫はすごい。しかも、うん、今日誰もいないみたいだから。このエリア貸し切りで。はい、というわけで、はい、車をここに停めて、今日はここで一泊キャンプをしていきたいと思います。やったー、最高。早く設営しよう。トトッと設営していきましょう。トトッとはないでしょ。トトッと。It's not the first time I feel good, but it's been a while since that happened. Knock on wood. I try to stay cool on the surface. I'd ask you to stay if I could. Though my lips are sealed, you still get me. Yeah, you do. That's why I said that we should be more than a couple. Of hours is not enough. So kiss me again and again and again. The way it should be. You see, we're more than a couple. Of hours away from love. So kiss me again and again. 疲れた。暑い。無事に設営が終わりました。はい。白樺がもう、うん、最高。最高。本当に青空と白樺と、うん、この新緑のさ、緑。綺麗、本当に綺麗。すごいいいです、この景色。でも、なんたって花粉がすごくて。なんかすごいね。ちょっと私、やばいでしょ。うん。本当にすごいの。やば。私、白樺アレルギーなんですよ。いや、このサイトにするなよ、そんな。そんなやつ。でも白樺に囲まれたくて自ら選んだんですけど、うん、やばいねこれね。やばい。やばい。ああ、
サイダーしみる。というわけで、今日は結構ね、暑いキャンプになりそうなんだけど、うんうん、私たちの元へ、ニューギアがやってまいりました。はい。おじゃじゃーん。コードレス扇風機。嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。もともと本当にこのコードレス扇風機とかそのキャンプ用の扇風機がマジで欲しくてすごい探してたんだよね。そうそう、暑さ対策でね、なんかいいものないかなと思ってこのタイプの扇風機を本当に探してたんですけど、そんなタイミングでね、はい、お声掛けいただくことができたので、はい、今日はねこちら使ってみようと思います。はい、というわけで早速開けていきたいと思います。やった。まずね箱はねこういう感じでね、おーハーゴオーギ、うんうんうん、こんな感じ。えい。おお。ケースだ。おお。え、可愛いんだけど。え、めっちゃいいじゃん。ケースの色がグレーだね。え、てかさ、このケースがめっちゃいいよ。だって。そうだよね。キャンプ行くときにさ、こういうのに一つになってたらさ、超持ち運びやすいもん。だし、守られてるからね、うん、安心して。そうだね。持ち運べる。うん。オープン。おお。え、待って、めっちゃ良さそう。かわいい。かわいい。ブロンズだっけ、これ。ブロンズ、ブロンズ。茶色っていうか、ね、なんて言うんだろう。何色って言うんだろうね、これ。ブロンズか。そう。バカじゃん。あと、なんだろう、これ。あ、そうだ、そうだ、スタンド。うんうん。おぉ。スタンド。うん。あとは。リモコン。リモコン式なんだ、すごっ。おー、簡単、簡単。すごい。おー。おー。うわー。そう、これこれ。これが欲しかった。そうそう、これが欲しかった、マジで。これすごいよ。しかも、高さ調節が。おー、いいね。自分で好きな高さに決めて、調整できます、うん。いいね。これでつけてみると。うん。おー。で、首振り。おーこれいいわ最高。ちょっとあの風が伝わりにくいと思うので、うん、今ちょっとねどのぐらいの強さかご紹介するんですけど、うん、あの青の顔に当てて、いやわかんないでしょ、やってみます。そんないい、なんで、いやいいけど、髪のなびき具合でさ、わかるかなと思って。絶対髪のなびきに使う髪の長さじゃないでしょこれ。確かにこんなちょっとしか動かん髪でやらないで。それいい？いいけど。いきまーす、うん。じゃあまず、ジャック。うん。ジャックは、ジャックで、うん、まあ、こんな感じで。うん。まあまあまあ、ジャックでも全然来てはいるね。はい、チュー。強まったんじゃない？今、まあ。あ、ほら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 。これ、青にしかわからないと思うよ、多分。違うよ。あ、今全然、でも、全然違う。じゃあ今日行くね。うん、あ、強い強い強いめっちゃ強い。あ、やっぱ今日目乾く。段階違うね。うん。こちらの扇風機なんですけど、うん、卓上に置いて使うことも。おえ。うるさいうるさい。笑ってるわ、もう。セミいいの？セミだよね、今。違う。スズムシとかじゃない？え？ 5 月だよ。スズムシの声知ってるか？はい。はい。で、こちら、卓上に置いて、そのまま使用こともできる。使用。どうしよう。落ち着け、落ち着け。卓上に置いて、使うこともできるし、うん、三脚に取り付けて、使うこともできるし、うん、吊り下げすることもできます。なのでね、テントの中で吊り下げたり、うん、車内でもね、うん、使えそうだなと思いました。安いね。このスタンドの部分が、うん、先っぽがね、こうやってちょっと、尖ってる。そうそうそう、ペグみたいになってて、うん、これをそのまま地面に刺して、つけることもできるそうです。すごっ。個人的に、ちょっとすごいなと思った機能が、うん、超音波虫よけ。虫よけ？っていう機能で。虫よけ？超音波出すの？超音波で虫よけになってくれているみたいです。めっちゃいいじゃん。すごいよね。すごい、ほんと。すごい。盛りだくさんな空気です。機能がありすぎて。ありすぎるね。紹介するのが大変なぐらい機能がある、ね、マジで。今年の私たちのキャンプの
仲間入りということでね、はい、これからたくさん使ってね、夏キャンプ乗り越えていきたいと思います、はい、カーサイト C の2番で、こっち側の景色もなんか綺麗なんだよね。こっち綺麗だね。うん。丘。なんか噂によると、うん、5日前ぐらいに、うん、この後ろのところで、うん、熊の糞があったんだって。いや、近いな。5日前は最近だな。ちょっと怖いですね。ね、うん、なんかよく来るみたい。あ、炭。灰の捨て場。炭捨て場。ここ。これトイレ。近い。ね、近いよね。お、普通に。お、3つある。I'm looking at you. I'm trying to get your attention. Can I come close? I don't know how to play this. Our hands touch once or twice, feeling kind of hypnotized.I'm looking at you and I feel the tension. You know, this could be like heaven. I am right here, doing my best to make you feel like I do. And just for a second, you're looking at me, making me feel like maybe you want this. さあ、ご飯作るか。食べよう。作ろう。リサは、あなたは鍋を。リサは、でいい。私は食材を。今日の夜ご飯は、うん、無水カレーを作りたいと思います。お願いします。楽しみ。無水カレー。そう、もうね、トマト缶と、うん、あとナスの水分だけ、うんうんうん、で水を使わないでカレーを作ります。いい、ね、しかも鶏胸肉のひき肉だから、うんうん、超ヘルシー。ダイエット飯。ダイエット飯。ナス洗いじゃんけんじゃんけんほ。はい。待って、映ってなかったからもう一回。ずる！ナス洗いじゃんけん、じゃんけん、ほ。あいこうで、ほ。よし。最悪。よ。ありがとう。洗うというより水をかけたっていう感じです。水かけナス？はい、どうも。冷たい。ほぼ溶け込むから、私はどうでもいい、と、レシピに書いてありました。で、ナス入れてっちゃうわ。うん。もう。2本目？今これ、これで 1.5 本。1.5。カットトマト1個入れて、ナス全部入れて、鶏ひき肉、ワイルドー。よし。いや、このぐらいでいいんですよ。いいんですよ。これも入れちゃっていいんですか？そう、もうこれもね、全部最初に鍋に入れ、全部入れてから煮込むでいいんだった。えい。完璧。うわぁ、ワイルド。そこ好きだね、さっきから。ワイルドなことが。アボカド。ご飯も炊けました。ご飯炊けた？おぉ、美味しそう。どう？いい感じ。いい感じ。今日は雑穀米です。そろそろ、一回見てみる、ね。ちょっと見たいよね。うん、途中経過。めっちゃいい匂いしてるもん。いくね。うん。じゃん。うわー、うわー、いい。できてるじゃん。ほぼできてる。ちょっと一回、ね、混ぜよう。混ぜようか。うわー、美味しそうなんだけど。わお。もうちょい煮込んで完成かな。早いね。うん。めっちゃ楽じゃない？簡単じゃん。めっちゃいいんだけど、これ。よいしょ。やば、めっちゃ美味しそうじゃん。これは絶対成功してる。8時だもん。8時？うん。もう？やば。
食べましょう。食べましょう。いただきます。いただきます。大きい声で喋りましょう。はい。熊が怖くなってきたから、ね。このさ、うん、見えないのがね、怖いよね。テントの。わかる。いやだね、もうほんと。足音とかもないでしょ。わからないけど。あるのかな。いや、そんな、ダスダスダスがないよね。ないよね。うん、もう、音がした時には、うん、そこにいるんだよ。わぁ、美味しそう。うん。うん。辛くない？うん。すごい。美味しくできてる。美味しい。わ、このカレーめっちゃいい。好き。うん。結構辛いかも。ね、うん。このアボカドも最高じゃない？合うよね。うん。どこでキャンプするにもさ、熊のこと考えなきゃいけなくてさ。そうだね。結構なんか、キャンプしづらいっていうかさ。わかる。どこにしたって変わんないもんね。目撃が出てないとこでもさ。うん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 。今はもう住宅街ですら出るからさ。うん。本当に。ね、どこでしたって危ないよね。うん。旭山動物園のもぐもぐタイムでさ、うん、飼育員さん言ってたもんね。めっちゃ増えてるって。個体数が増えてるって、ね。うん、ほう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 。うん。昔はめっちゃ駆除されてたらしいよ。そうなんだ。うん。その農作物を荒らすっていうので、すごい駆除されてたらしいけど、すごい減っちゃって、駆除し続けてたら、かなり減って、だから、やめたんだって、駆除するの。そうなの？もう共存の時代か。そう。そしたら今爆増しているという。難しいね。うん。なので今日は、車中泊をします。うん。平日だから、すごい空いてたから、なおさらね。うん。もうちょっと人がいたらいいんだけど。うんうんうん。なんか、やっぱ、寂しいね。誰もいないとなると。うん、確かに。ご飯食べて、うん、早めに車内に行って、うんうんうん、のんびりしようかな。うん。うん、ルールルルル。ユイガードクソンじゃないから。言います？ルルルル。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。うん。辛い。辛うまい。大丈夫？ここから照らしてあげる。ありがとう。ああ。大丈夫そう？周り。ん？ちょっとパチパチしといて。美味しかったね。うん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。エクレアデザート食べよう。20% 引き。明日、湖側から朝日が昇るだろうから、朝見るわ。早いぞ。起こす？うん。日の出は、うん。4時4分。うん。めっちゃ早くない？明日も快晴。おー最高、うん、3時40分に起きようかな。起こす？いや。From all those voices that I fear And all the moments I can handle Cause I'm different You have to promise to stay near You're always telling me the truth That's why I lean on you で、めっちゃいいじゃん。ヨギボーネックピロー楽？めっちゃ楽だよ。ネックピローって寝るときだけなのかなって思うじゃん。寝るときとか、うん、車内とかさ、飛行機とかさ、うん、だけどなんか編集するときとかにもこのまんまそうやったら楽らしい。寝ちゃうじゃん。首の向き変なんなくていいのかな、なんか前行ったり。首はでも座ってるでしょ、みんな。さすがに。座ってないとか言ってないんだけど。首の向き変わんなくない？編集中。こんなんなんなくない？え、違う、なんかさ、こうどん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 こう、あこういう風になってったり、こう。ストレートネック帽子？ストレートネック帽子？みたいな感じ。ストレートネック帽子？え、ねえ。ん？絶対に聞かない方が良かった話聞く。聞かない。でも、聞いとかないと、それもそれで、
嫌だと思うし、なんで言ってくれなかったのってなるかもしれないし、うん、聞いたら聞いたで、なんでそれ言うのってなるかもしれない。話聞く？聞かない。いいんだ。リサでも結構最悪、本当に。今が最悪なの？うん、最悪だよ。今も最悪。これからも最悪。え？ごめんって感じかも。リサがごめんかも。リサが悪いんだ。うん。20% ぐらいリサが悪い。80% 青？違う。ああ。そいつが悪い。そいつ？キャンプ場着いて荷物を下ろしてるときに、うん。あの、開けっぱなしでやってたじゃん？うん。で、多分開けっぱだったのは青なんだけど、うん。リサがなんか荷物を持ったときに、うん。雲がいたの。車内に。うん。でもなんかまだその時荷物がいっぱいあったんだけど、うん、もう荷物の下に雲も急いで入り込んじゃって、だから捕まえれなかったの。絶対言わない方がいいしかない。でもさ、寝てる時に出てきても嫌じゃん。絶対気づかんもんだって。いや、ちょっとはさ、その雲がいるかもっていう体勢を持ってた方がいいでしょ。ね。雲がほぼ悪いでしょ。今それを言っちゃうのが一番悪い。だから聞いたじゃん。聞きたいかどうかちゃんとさ。でも出たんじゃない？そんな、都合いいか？荷物と一緒に。じゃあそう信じとこ。うん。そう思い込んどこ。そうそうそう。思い込んだもん勝ちだよ。分かった。そういえば荷物と一緒に出てくるの見た。見た、うん、あれさっき、うん、テントのとこに黒い雲いた。でしょ？それでしょ？それだ。うん、じゃあ寝れるね。オッケー。よいしょ。もう高さもつけて。いや、その横になる瞬間は幸せだよね。うわあ、幸せ。幸せ？最高？この瞬間のために一日を生きている。うん、わかる。朝日の時間に起きれますように。消していい？うん。うわ、どうする？何？寝てる時とかに、ガーンみたいなのあったら。いやだ、なんでそんなこと言うの？おやすみ。おやすみ。
失敗した。チーズ挟めばよかった。ああ。2枚乗せる？うん。いけるなら。やばい、めっちゃいい断面、めっちゃ美味しそう。美味しそう。やば、もう一個できたよ。できた、うん、いくよ。はい、超綺麗。はい、ホットサンドのさ、焼き加減うまくない？君、そう、俺、はい、おー、うまい。チーズが最高だよ。ね。うん。完成。やばい。なんかおしゃれな朝食が完成したね。昨日のカレーのリメイク。そう。昨日のカレーリメイク。飛び出してやって。やばい。めっちゃ美味しそう。結構な。最高カレーパン。こぼさないで食べてください。はーい。いただきまーす。いただきます。わあ、うん、まっ、おいしい、超美味しいんだけど、うん、うん、ホットサンド楽すぎる。結局一番楽だよね、うん、まあ、いちご美味しい、おいしい、about you every time I remember that it's over. Yeah, you never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you. はい、はい、ちよし、レンタサイクル借りてみました。これめっちゃいいじゃん。かっこいいね。なんかタイヤ太いやつと細いやつ、うん、よし、2人ともヘルメットもつけて準備バッチリです。これでちょっとあの湖の方、うん、バーッと走ってこよう。またげ方が分かんない。お、かっこいいよ、なんか様になってる。うわ、乗り方ダサ、なんか足ピーン伸ばしてたよ今。オッケー、よし、ここにセットして、レッツゴー。めっちゃ気持ちいい。なんか道あるから行ってみよう。うわ、最高じゃん、やば、立ちこぎださ。おっそ、ママチャリ乗ってるみたい。しゃ、うわー、そのまま落ちていきそう。ジャボーン、自分の自転車みたいに落ちて。いや、落ちる落ちる。あー、綺麗だね、キラッキラ。なんかここ釣りしてる人いたよね。やりたい。冬はワカサギ釣りもできるって。あ、そうだそうだ。書いてあった。気持ちいい。
あった。よいしょ。おお。上手。なんか字が細い。オッケー。綺麗。